皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。食品の表示に関すること、言葉の由来や語源などをテーマにお話しすると、多くの反響をいただき、知らなかったと、 感謝の言葉をいただいたり、逆にもっと深く教えてくださったりと、私も勉強させていただいております。中でも言葉の使い分けに関しては、皆様の評価も良く、ご要望もたくさんいただきます。それでは本日もよろしくお願い申し上げます。ピラフ、チャーハン、焼き飯。イメージでは洋風のピラフ、中華風のチャーハン、和風の焼き飯と区別できそうですね。 しかし、この三つの料理、すべて調理方法が異なるんです。ピラフは、生米を炒め、ブイヨンなどで炊き上げます。簡単に言うと、洋風炊き込みご飯ですかね。チャーハン、焼き飯との大きな違いは、お米を炊く順番ですね。チャーハン、焼き飯はお米を先に炊き、炊いたご飯を使って調理します。一方、ピラフは、お米を炊く前に、生米を炒めるんですね。チャーハンは、 漢字で書くと、炒める飯と書きます。炊いたご飯を、卵や具材と一緒に炒める中国の料理ですね。ピラフ、チャーハンは、調理方法は異なりますが、インド料理のプラーカが元となっています。先に炊いておいた、ご飯を調理するという点で、チャーハンと焼き飯は同じなのですが、チャーハンと焼き飯の違いは、卵を炒める順番だと言われています。諸説はありますが、単に、 呼び方の違いとも言われており、東日本ではチャーハン、西日本では焼き飯と呼ぶことが多いとも言われています。さて、チャーハンと焼き飯、卵を炒める順番が違うという点ですが、チャーハンは先に卵を炒め、そこに炊いたお米や具材を入れて、さらに炒めます。最初に卵を炒めることで、卵の皮膜がご飯粒を覆い、油でべたつくのを防いでいるそうです。最後に、 焼き飯ですが、炊いたお米と具材を炒め、卵は最後に炒めます。ご飯に焦げ目がつくほど焼き上げるため、卵の飛膜でご飯粒を追う必要がないそうです。また、卵を入れない焼き飯もありますね。そして、イメージとしての、洋風のきや、中華風のチャーハン、和風の焼き飯という点については、やはり、仕上げの味付けにありますね。 ブイヨンやバターを使うピラフは洋風に塩コショウ。中華ダッシュを使うチャーハンは中華風にソース。醤油、和風ダしシュを使う焼き飯は和風になりますね。<laughs> 皆様、いかがでしたでしょうかピラフ、チャーハン、焼き飯の違いは調理順序の違い。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。 皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。また、次回配信もぜひ、お越しくださいませ。